どうも、ルールカーです。メビウスファイナルファンタジー、前回の続きからやっていきます。はい。3バトル目の途中だったんですけれども、そこの続きからやってまいりまーす。青チョコボ、今度こそ倒せるか。さっきは殺されてしまいましたが、勝てー。あ、間違えた。まあいいか。いい気になるな。あ、やばい。このタイミングで来られるとは。どうしようかな。とりあえず回復しちゃうか。まあもう一ターンまではいけるから頑張ろう。さっきよりはだいぶ有利に戦いが運んでる。あ、やばい、死んだー。あ、いった、よしこれはちょっと嬉しい。回復、厳しい。自分の新記録出てるけど、もうすでに俺自身が虫の息。なんかついた。よし、来た。KR。クリティカルで水のエレメントがたまるなんて。厳しいな。ありがとう、助かった。
あ、終わった。まあちょっとこれはコンティニューします。うーん、強すぎる。ダメだな。一応これで俺の過去最高スコアを叩き出しましたが、コンティニューしたせいで最後スコアの伸び悩みましたね。いやー、つえー、チョコボ。強い。ちょっと無理っすな、ここのチョコボ戦い続けるのは。こっちだとどうだろう。
避けてみろ。逃げられちゃった。まあなんかこっち側のステージの方がお似合いって感じですな今は。育てながらでも戦えるっていう、しかもスコア18万っていう高いスコアも稼げるし、こっちを回るかそれとも、ストーリーをクリアするかっていうところですね。まあ今だとどう考えてもスタミナとかも足んないっちゃ足んないんで、ストーリークリアする方向に舵を切りますか。イベント自体はまだ時間ありますもんね。まだバトルタワーのイベントもまだ来てないし、上か8月3日ま で今日がまだ10ん今日が10何日だっけ14、15、今日が16日か。だからまだ全然時間はあるんで焦らずに行きますか。ボサイコも多いし、OK。焦らずに行こう。で、次回からは、またちょっと第2章のストーリーの方を一回戻ってやっていきたいかなと思います。では、ご視聴どうもありがとうございました。次回またお会いしましょう。バイバーイ。